米国の月間賃料の前年比パーセント上昇率は 2.7% に低下し、2021年4月以来の低水準となっています。空室率が2年間で最高レベルに上昇しているため、今後数ヶ月で前年比の賃料の伸びがさらに低下することが予想されます。そして、現在建設中の記録的な数の集合住宅ユニットにより、より多くの供給がもたらされますが、シェルター CPI は依然として上昇しており、2月の前年比プラス 8.1%、リアルタイムの住宅データよりも数ヶ月遅れています。住宅価格は2022年6月にピークに達し、賃料は2022年8月にピークに達しました。シェルター CPI の上昇が止まると、全体の CPI が急激に低下するはずです。シェルターは CPI の 34% です。米国の月間賃料の前年比パーセント上昇率は 2.7% に低下し、2021年4月以来の低水準となっています。空室率が2年間で最高レベルに上昇しているため、今後数ヶ月で前年比の賃料の伸びがさらに低下することが予想されます。そして、現在建設中の記録的な数の集合住宅ユニットにより、より多くの供給がもたらされますが、シェルター CPI は依然として上昇しており、2月の前年比プラス 8.1%、リアルタイムの住宅データよりも数ヶ月遅れています。住宅価格は2022年6月にピークに達し、賃料は2022年8月にピークに達しました。シェルター CPI の上昇が止まると、全体の CPI が急激に低下するはずです。シェルターは CPI の 34% です。米国の月間賃料の前年比パーセント上昇率は 2.7% に低下し、2021年4月以来の低水準となっています。空室率が2年間で最高レベルに上昇しているため、今後数ヶ月で前年比の賃料の伸びがさらに低下することが予想されます。そして、現在建設中の記録的な数の集合住宅ユニットにより、より多くの供給がもたらされますが、シェルター CPI は依然として上昇しており、2月の前年比プラス 8.1%、リアルタイムの住宅データよりも数ヶ月遅れています。住宅価格は2022年6月にピークに達し、賃料は2022年8月にピークに達しました。シェルター CPI の上昇が止まると、全体の CPI が急激に低下するはずです。シェルターは CPI の 34% です。米国の月間賃料の前年比パーセント上昇率は 2.7% に低下し、2021年4月以来の低水準となっています。空室率が2年間で最高レベルに上昇しているため、今後数ヶ月で前年比の賃料の伸びがさらに低下することが予想されます。そして、現在建設中の記録的な数の集合住宅ユニットにより、より多くの供給がもたらされますが、シェルター CPI は依然として上昇しており、2月の前年比プラス 8.1%、リアルタイムの住宅データよりも数ヶ月遅れています。住宅価格は2022年6月にピークに達し、賃料は2022年8月にピークに達しました。シェルター CPI の上昇が止まると、全体の CPI が急激に低下するはずです。シェルターは CPI の 34% です。米国の月間賃料の前年比パーセント上昇率は 2.7% に低下し、2021年4月以来の低水準となっています。空室率が2年間で最高レベルに上昇しているため、今後数ヶ月で前年比の賃料の伸びがさらに低下することが予想されます。そして、現在建設中の記録的な数の集合住宅ユニットにより、より多くの供給がもたらされますが、シェルター CPI は依然として上昇しており、2月の前年比プラス 8.1%、リアルタイムの住宅データよりも数ヶ月遅れています。
住宅価格は2022年6月にピークに達し、賃料は2022年8月にピークに達しました。シェルター CPI の上昇が止まると、全体の CPI が急激に低下するはずです。シェルターは CPI の 34% です。米国の月間賃料の前年比パーセント上昇率は 2.7% に低下し、2021年4月以来の低水準となっています。空室率が2年間で最高レベルに上昇しているため、今後数ヶ月で前年比の賃料の伸びがさらに低下することが予想されます。そして、現在建設中の記録的な数の集合住宅ユニットにより、より多くの供給がもたらされますが、シェルター CPI は依然として上昇しており、2月の前年比プラス 8.1%、リアルタイムの住宅データよりも数ヶ月遅れています。住宅価格は2022年6月にピークに達し、賃料は2022年8月にピークに達しました。シェルター CPI の上昇が止まると、全体の CPI が急激に低下するはずです。シェルターは CPI の 34% です。